セントラルワールドのスターバックスに来ました。これね、頼んだのとちょっと違う。何なんだろう、よく見えない。頼んだのはクリスマスのパッケージで、新しいやつニューって言ったからイエスって言ったんですけど、なんかね違う。ここクリスマスの柄のパッケージに、パッケージっていうかパッケージがついてたんですけど、そのパッケージを持ってる人は誰もいない。これをみんな頼んでたけど、そのパッケージを持ってる人は誰もいないってことは、そのパッケージは見せかけだけかな。これでもね、ちょっとね、これピンク色なんですよね。ピンク色で、なんかね文字がよくタイ語でいろいろ書いてあるから全然わからないけど、ちょっと飲んでみます。どんな味なんだろう。すごくこですかね。ちょっと日本のと勝手が違う。めっちゃ甘い、めっちゃ甘いというか、これなんかナッツの味がする。クリスマスバージョン、クリスマスの新しいバージョンだと思うんですけど、いろいろね、あの道を歩いてるとこのパッケージをよく見かけるので、一度飲んでみようと思って、そのパッケージに入ってるのが飲みたいと思ったけど、お店の中で飲んでる人もこのパッケージで飲んでる人は見かけないから、ただのこう見せかけだけかもしれない。まあ、美味しい。ナッツの味がする。で、上になんか赤いのをかけられたけど、これなんだろう。バラの花でもなし、なんでもなし。なんかね、海外のと日本のとちょっと違うので、同じのもあるんだけど、ちょっと違うので、なんかね、頼むときにおどおどしてしまう。ここはセントラルワールドの星がついてるスターバックスで、あの置いてあるグッズも普通のスタバとはね全然違います。お店の中もめっちゃ広いので結構ゆったりできると思います。あ、なんか今ね団体さんが、あ、こっちに座る座る。ちょっとね、じゃあまたスターバックスからセントラルワールドのスターバックスでちょっとわからないものを飲んでみました。